皆さんこんにちは。フカキョンでおなじみの深田恭子さん。深田恭子が後輩女優に婚約者を寝取られた真相や婚約破棄となった浮気の真相について紹介します。まずは深田恭子さんの経歴とプロフィールから紹介します。深田恭子は日本の著名な女優であり、かつては歌手としても活躍していました。彼女は東京都北区出身でホリプロに所属しています。深田恭子は1996年中学2年生の時に歌手華原朋美に憧れ、第21回ホリプロタレントスカウトキャラバンピュアガールオーディションで2万人近い応募者の中からグランプリを受賞し、芸能界に足を踏み入れました。翌年ドラマ海峡で女優デビューを果たしました。1998年にはスカウトキャラバン出身者を中心に結成されたアイドルユニットヒップに参加し、ラジオ番組やイベントなどで活動しました。同年金城武史主演のドラマ神様もう少しだけで HIV に感染する女子高生を演じ、一躍脚光を浴びました。1999年にはドラマ鬼の住処で初主演を務め、同年5月にはポニーキャニオンから最後の果実をリリースし、歌手デビューを果たしました。11月にはピアニストとしてミニアルバムディアを発表するなど、多方面で才能を発揮しました。2000年には赤川次郎原作の映画死者の学園祭で映画初主演を果たし、主題歌も担当しました。2001年には堀越高等学校を卒業し、同級生の加藤愛や上梁咲らと共に学業と芸能活動を両立させました。2003年には日本の女優として初めてパリオートクチュールコレクションに出演し、デザイナー桂由美のコーナーで着物風のドレスを着て舞台に立ち、モデルとしても経験を積みました。2004年には映画下妻物語でロリータ少女桃子役を演じ、第59回毎日映画コンクール主演女優賞を最年少で受賞するなど、複数の賞を受賞しました。2005年にはドラマ富豪刑事の神戸美和子役で大きな話題を呼び、同年10月からは新堂本兄弟でバラエティ番組のレギュラー出演も果たしました。2009年には NHK 大河ドラマ天地人で淀役に抜擢され、初の大河ドラマ出演を果たしました。その後2010年公開の映画アリス・イン・ワンダーランドでは城の女王役の吹き替えに初挑戦し、2011年公開のアニメ映画豆腐小僧でも声優として出演しました。2012年には NHK 大河ドラマ平清盛でヒロイン平時子役を演じました。2015年には初舞台100万回生きた猫に出演し、舞台女優としての新たな一面も見せました。しかし2021年5月26日には適応障害と診断され、治療に専念するため活動を休止することを発表しました。彼女は前年春頃から体調を崩しがちになり、医師から適応障害と診断されたことにより当面の間治療を優先し、仕事を休養することになりました。適応障害とはストレスが原因で心身や行動に影響を及ぼし、日常生活に支障をきたす状態のことを指します。適応障害の症状は大きく分けて3つのカテゴリーに分類されます。身体症状には不眠、座痛、めまい、倦怠感などがあり、情緒的症状には不安、焦り、集中力の低下などがあります。さらに行動待て症状として無断欠勤、過食、ギャンブル依存などが見られます。これらの症状は個人差がありますが、いずれも日常生活に支障をきたす点が共通しています。うつ病と異なり、適応障害はストレスの原因が明確であるため、その原因を取り除くことで症状の改善が期待できます。しかし適切な対処をしないと慢性化して長期的な苦しみにつながる恐れがあります。実際人間関係や生き方のコンサルタントのもとにも適応障害の診断を受けた人々からの相談が多数寄せられています。適応障害は決して他人事ではなく、多くのビジネスパーソンにとっても身近な問題です。深田さんの適応障害の背景には芸能人特有の事情があるとされています。仕事の面では仕事内容や場所、
人間関係が頻繁に変わる上、多くの人々が関わるため、常に高い緊張感にさらされ、個人のストレスが軽減されにくい環境にあります。さらにプライベートでも、常に人々の注目を集め、記者に追いかけられるなど、心理的な負担が大きいのが実情です。深田さんは15歳でブレイクして以来、約23年間にわたり主演女優として活躍し続けてきました。その間、演技力だけでなく、美しさや人気を維持し続けることも求められてきました。常に周囲の注目を集め、笑顔を絶やさずにいることは、大きなストレス要因だったと考えられます。さらに、近年のコロナ禍による辛労や労力も加わり、深田さんにとっては休養が必要な時期が来ていたのかもしれません。深田さんに対する世間の反応は温かく、ネット上ではこれまでの活躍への感謝や応援の声が多数寄せられています。復帰についての憶測も一部で見られますが、多くの人々は心身が完全に回復するまで自分のペースで休んでほしいと願っています。適応障害の改善には一般的に半年程度かかると言われていますが、そのような目安にとらわれず、深田さん自身のペースで回復に努めてほしいという声が多いのです。しかし、深田さんの休養発表後、新たな話題が浮上しました。それは、深田さんと交際していた不動産会社シーラ会長の杉本博之氏との破局報道です。この報道も深田さんのストレスの一因となっているのかもしれません。2人は2018年秋に交際を始め、約3年間の付き合いがありました。杉本氏は一度不動産会社を上場させたものの、リーマンショックで倒産し、自己破産を経験した後、現在の会社を年商220億円の企業に成長させた実業家です。業界でも有名なイケメンで、資産は100億円とも言われています。当初、深田さんがトロフィーワイフ的な扱いを受けるのではないかという懸念もありましたが、2人は真剣に交際していたようです。2021年5月に深田さんが適応障害と診断され、約3か月間芸能活動を休止した際も、多忙な杉本氏が深田さんを支えていました。2022年5月には深田さんの深酒が報じられ、関係がギクシャクしましたが、2人はその夏に結婚を約束していたとの情報もありました。11月には2人で深田さんの両親が暮らす実家を訪れ、その際、深田さんの左手薬指には数千万円相当のハリー・ウィンストンの指輪が光っていたとも報じられています。しかし、結婚間近と思われた2人の関係は突如として終止符が打たれることになりました。報道によれば、深田さんに別の40代男性との関係が始まっていたことが明らかになったのです。その相手は、深田さんの2年半ぶりの民放復帰作となったルパンの娘の演出家だったと言われています。深田さんの自宅を訪れたり、バーで親交を深めたりする関係に発展したようです。深田さんの自宅には杉本氏とは別の男性の T シャツがあり、それを知った杉本氏は大変ショックを受けたと伝えられています。この一連の出来事は、深田さんの適応障害やプライベートの問題が重なり合っていたことを示唆しており、彼女にとっては非常に困難な時期であったことがうかがえます。多くの人々が深田さんと杉本氏の結婚を期待していただけに、この展開は予想外でした。一方で、杉本氏にも新たな展開がありました。破局から約7ヶ月後、杉本氏に新恋人ができたという情報が浮上したのです。その相手は女優の西内まりやさんだと報じられています。西内さんは2007年にモデルとして芸能界入りし、翌年には女優としてテレビ初出演を果たしました。2014年にはラブエボリューションで歌手デビューも果たし、同年のレコード大賞で最優秀新人賞を獲得。2017年には突然ですが明日結婚しますでドラマ初主演を果たすなど、多方面で活躍してきました。2018年3月に所属事務所を退所してからは、一時表舞台から姿を消していましたが、2021年に配信開始のドラマ全裸監督シーズン2で女優として復活を遂げました。現在はフリーで活動し、主に海外のファッションショーや雑誌のモデル業をこなしています。深
深田恭子さんと杉本氏の破局後すぐに杉本氏と西内まりやさんの交際が明らかになったため、深田さんと交際中から杉本氏と西内さんの関係があったのではないかという噂が広まりました。この状況から深田さんの不倫の背景には西内さんと杉本氏の関係が影響していた可能性も指摘されています。こうした報道は深田さんのファンや世間にさらなる驚きを与えましたが、真相については当事者のみが知るところです。関係者によるコメントは控えられており、具体的な事実関係は明らかにされていません。しかしこの一連の出来事は芸能界における複雑な人間関係やプライベートの影響がどれほど大きいかを示しています。深田さん、杉本氏、西内さんのそれぞれが今後どのように歩んでいくのか、多くの人々が注目しています。三者にとってもファンにとっても穏やかな未来が訪れることを願わずにはいられません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。